なんか覚えてなくてそれダンスはわかるけどその場所がわかんないからみたいな。しかもその急いでそのアンコールアンコールって言われてる間に急いでその立ち位置を確認しようと思ってその携帯を開いて携帯の URL 見ても全然その立ち位置が出てこないっていう、立ち位置表が全く出てこなくてお腹が痛いって必死にマネージャーさんに嘘ついて手紙のこと出なかったっていう夢を見たんですスプッチンさんファイトありがとう。いやもともと自主練には休憩だったんですけど、まあ、でも怖すぎてトラウマで本当にマジでバリ怖くて本当に怖かったの夢だから、もうしっかり自主練やろうと思って、いややる予定だったんですけどもともと普通に変な夢見てるメンバー多い気がする。いやマジで怖い、本当にこんなの現実起きたら私マジで無理なんだけど、そう夢でよかった本当に。14名いきます、お楽しみにしてます。いや逆か私に楽しみな話、私が楽しみにしてますじゃないか。立ち位置飛んじゃってみ、そうりゅうかさんさくらんぼありがとうございます。マジでいや前回のね結構ちゃんとできたから今回がちょっと怖いね。もう一個夢は見たんですけど皆さん悲しみそうな夢なので言わないです私栗山里奈はの夢を見ました。いい夢は見てないの、最近あんま夢を見ないんだよね。久しぶりに夢を見ました。 TL トロス、ね、TL トロさん200回目の訪問ありがとうございます。本当にみんな悲しんでくれるんか、大丈夫私は心配だよ。しかもその夢を見てそれのつながってる目が目に出てたんですよ私は。だからなんか余計なんか余計それでちょっと起きた時すごかった、あーってなってた。 KSK さんさくらんぼありがとうございます。かーしいよ、思ってねえだろなんだよかーしいってぬぐるみ隊長さんブーケありがとうございます。モンパパブーケありがとうございますてかかゆすぎる本当に、あの髪の毛のゴムのところ。鶴瓶さん初見さんありがとうございます。すみさんファイトありがとう。ハーブスターさんロゼットありがとうございます。しばらく出社できない本当は17りのちゃん生誕だけどいきます。おちゃんとりのちゃんのうちを作ってくるんやぞ。家の目の前で工事してて寝れない、マジ耳栓必須だね。ちなみにメールでも書きました、このお洋服ちょっとセクシーなんです、見えないけど。ビューアップさんファイトありがとうございます。メールを見てる方ならこのお洋服がどうなってるか分かってるはずこれ去年の冬ぐらいにセールになってたから買ったんだけど、メール見てくるそうメール見ないと分かんないんですよ情報は。可愛いんだよ。でもなんかさちょっとさこの布の間に出てくるこの自分の肌がちょっとすべすべでさ、お腹がちょっとこうやって触っちゃうんだよねゆうゆうさん900回目の訪問ありがとうございます。サメ会でお待ちしてます。やだやだ、おじたんが喜んじゃうからやだ。じゃあね、ちょい見せたるか。ほら、ほら、お腹が両側出てるんだよ。キャッ。もう見せません。脇腹だけ日に焼ける。確かにやば。それはやば。めっちゃ気をつけよう。
そう、横腹だけ見えるんです。あ、やばい、57分になったじゃん。ちょっとラーメン伸びちゃう。あれやん、かわいい、ありがとう。実は同じ持ってる。え、マジ？オソロ？え、嬉しい。オソロじゃん。どんな時に着る服なんやろ。え、普通に、私は別に割と普通に着れるんですけど、多分どうせメンバーとか5期生とか多分の前で着ると、また姉ちゃんそんなの着てるって絶対言われるので、いや、なんかちょっとね、ちょっと着れないんですよ、言われちゃうから。絶対5期生にまたエロいの着てからって言われる。私でもこういう服が好きなんですよね、別に。まあ言われることは、まあそりゃそう、そりゃこんな服着てる人いたらセクシーだなと思うから、世の中の人間言われてもいいんですけど使ってるコスメインスタとかで教えてほしいです。え、マジ？私大して参考になんないかもよ。いいの使ってればいいと思ってるから割といいの、割といいのって言うとあれだけど、なんか金持ち発言みたいなんだけど、そうじゃなくて、私坂本リノにディオールおばさんって言われてるから、ディオールの化粧品使ってるのが多いかも。配信とかでたまに愛してるけど、なんかあんま私ね、メイクが得意なわけじゃないからね、メイク配信って言ってもなんかただ雑談しながらメイクするぐらいだし、インスタにそうなんかこれ使ってますって載せるほどメイクがめっちゃうまいわけじゃないから、なんかちょっと今度あれ配信でじゃあ、まあまあまあ軽く見せながらやるよ。インスタにちょっと載せるほど私ちょっとそんな自信ない、恥ずかしい。坂本里奈の誕生日に LINE 送んなきゃね。12時ぴったしに一番に送ったる。美味しそう。久しぶりに食べるマジでカップラーメンっていうもの、幸せ。しかも吉村これ大好き私。お腹冷えないかな。うーん、どうなんだろう、触っちゃうでも自分で何食べてるの。11時半から、あ、そう、知ってる知ってる。昨日だって私に相談が来たもん、昨日から姉ちゃん配信どうしたらいいかなって言ってこうしたいんだけど、それは大丈夫かなっていう連絡が昨日の夜電話で来たから、もう大丈夫だと思うよっつってりなちゃんに何のプレゼントあげるの。あの、ヘアブラシ、リファっていう、なんかよくあのシャワーヘッドとかさ、あとなんかドライヤーとか有名なとこあるじゃないですか、リファっていう、知ってるかな、女の子割と知ってる子いると思うんだけど、そこのハートのヘアブラシが欲しいらしくて、単品がもう多分売ってないんですよね。まあでもなんかヘアスプレーとセットはあったんで、まあそれ買ってあげようかなと。飯テロじゃん、飯テロ。赤とバキって言ってそんなことある。え、待って、え、海苔3枚も入ってたっけ。2枚じゃなかった、もともと。え、当たりえ、3枚も入ってたっけ。私2枚だったイメージあるんだけど。じゃじゃーん、完成。全然見えない、危ない、しっこべるとこだった。え、当たり。え、3枚入ってんの。え、私2枚だと思ってたんだけど。いただきます。久しぶりのカップラーメン嬉しいわ。当たりとか、いや、ないね、すいませんでした、調子に乗りました。無理はひたひたにする派、いや、食べる直前につける派。今までね、ラーメンの海苔ってめっちゃ嫌いだったんですけど、なんかどこだっけ、私がその、え、なんかあの、薬院のところら辺にあるあの家系ラーメン、前紹介したんだけど配信で、あそこでラーメンの、この家系のラーメンについてる海苔食べた瞬間、え、やばくない、ラーメンと海苔って革命的じゃんって思って好きになった。いただきます。前髪切らなきゃ、ちょっと明日切ろう。何飲んでるの。緑茶です。私お酒飲めないから。
春吉屋かな、確かに春吉屋だった気がする。なんか美味しい。で結局ゆけラーメンってスープが一番美味しいと思うんだ。ティーチュアイさん、ハンチャックありがとうございます。でしょ、スープが一番美味しいよね正直。ちょっと今これはラーメン食べるから結んでるだけで後で外す。あ、美味しい。あ、美味しいって。親不幸の方に、あ、そっか、親不幸にもあんのか。お腹空いてきました。すまんね。でも久しぶりじゃない、なんかこういう飯テロ配信系。最近は飯テロ系してなかったよね。私ダイエットしてたのないけど、なぜか今月からと毎月東京、え、なんで研修的な仕事の。大阪の今宮って町にセンター通天閣。私あそこしか知らない大阪。グリコのこれこれなんていうの、梅田。私梅田とかいう地名しかわかんないんだよね。あんまこう知らない、詳しく。あれ難波なんだ。梅田じゃなかった。私梅田とかしかわかんない。道頓堀、あ、心斎橋、あ、それ聞いたことある。お好み焼き食べたことない。大阪でお好み焼き食べたいんだけど、なんかコンサートとかさ、そういうのでしか行ったことないから。うん、大阪の電気観覧車、観覧車とかの強くね。ドンキに観覧車ってすごいな。私絶対乗りたいんだけど。近々コンタクト買いにドンキに行かなきゃ。最近カラコンやめたんですよ。ずっと、あ、まあちょっと前に言ったんだけど、あのカラコンなんか1ヶ月のやつ買ってたんだけど、パサパサすぎて私の目に合わなくなっちゃって、普通に痛い。ミンテルさん、フラワーさん、ありがとう。コンサート行った時、観光とかないね、時間基本。本当にない。リハがあるから。広島焼き食べてた時、ソースとマヨネーズかけすぎて、次の日めっちゃむくんだ。塩分カットだね。あと3日だよ。800日まで楽しみだね。楽しみ、うん、まあ、楽しみっちゃ楽しみ。何しようかな、マジで。どうしよう。滋賀の DD さんバラありがとうございます。泣くな、ウグイス。平安京だね。13年セミだから800メール。あ、本当？
った時通行人に手を振るのが楽しい。え、マジで？私目が合ったことないんだよ、下の人と。語呂合わせみたいな、頭に浮かんですぐ。え、わかる。私は車のナンバーでよくそれする。美味しいなこれ。兄弟さん、とうとうありがとうございます。なんかバッサバサだね、髪の毛今日。マリノアの観覧車、風強すぎて、え、乗るのやめよう。現地お話しかない、2日だから出かけるタイミングがあるといいね。私南部と南部、え、今度のさ東京だっけ、今度東京だよね、あれ南部だっけ。スキピがカルピになりました。何、人がラーメン食べてる時にそんな報告してきてんだい、マジで。いいな。え？え？スキピがカルピになった、最高じゃん。そんなことある、おめでとう。すみさん、いいね、ありがとうございます。マジ2部か、オッケー、ありがとう。え、マジすげえ。待って、そもそも東京の会場どこだっけ。こんな片や配信でラーメンを吸ってる女に、片やリア充が誕生してしもうた、気まずい。パシフィコか、え、流通、え、どこだどこだ、流通センターか、流通センターどこや、流通センター調べよう、どこだっけ。え、なんて調べる、 TRC ってこと、要するに、え、月夜とのアマタリさん、ロゼットありがとうございます。これか、あったぞ、みーけ。何が近くにあるんだろう、なんか面白いもの近くにないの、ここ。横浜9月、オッケーオッケー、ない、ないって言うな。せめて頑張れ。今月ディズニー行ってくる、いいな、リナもディズニー行きたい。リナのアクセスじゃなくてリナ連れてってほしいわ。近くは多分みんな諦めるの早くない、もうちょっと頑張って探してあげてよ、いいとこ。みんなして言うやん、ないって、かわいそう。私は恋愛と書いて罠と呼んでる。大丈夫、なんかあった、話聞こか。競馬場、ちょっとそこはいいかな、行かないかな。公園とギャンブルくらい、なんという組み合わせ。品川水族館近い、え、マジで、うわー、それはそそられる。品川水族館もやばい、私大好き。そうだ、ひじりがめっちゃウツボ可愛いって言ってた。この前うち来た時にウツボ発見して、え、何これみたいな、ひじりもウツボかわいい、これ欲しいみたいな、どこで買ったって言われたから、いや、あのね、水族館なのなんだよねってこれ。え、ほんとだ、品川駅が、あ、いや、近くはないか、なんだこれ、近いっていうのこれ。
来る DM にそっけなく返してた。昨日から来なくなりました。かわいそう、まあ、めんどくさかったらしょうがないよね。まあそういうのエリナが一番好きだもんね。リアコこじらせてる間に周りがどんどんリア充になっていく。幸せならいいんじゃない。お台場はまちか。あ、ほんと品川行ったら、え、マジ、え、品川って仲間とあるんですか。皆さん情報カモン。元隊長さんブラボーありがとうございます。お腹なった。マルタン太郎さんかわいありがとうございます。品川です。そんな着ないのに期待されても、あ、まあ確かにそれはそう。でもそんなんやったらでも、まあでもそっか、そんなんやったらって言うけど、周り結婚する人多くて、私もでも言って、そしたらそんなこと言ったら私アイドルだからね。でも逆に私は友達の結婚式とか行ってみたいなと思うから、なんか親族とかのあるんだけど、友達のはないから、友達のとか、私でもそんな友達いないって言うと、なんかアイドルになってからやっぱみんなと会う機会がなくなって、友達っていう呼ばれる人がいないんですよ。なのであんまり連絡全然取ってないし、だから私呼んでもらえないと思う。ボバメの今の服を着てますか。着てますよ。もう見せたから見せないけど。おとぼだちになろう。え火星人。品川ラーメンストリート、え、あー、その中にあったら行きたいな。え、仲間ないの。ないらしいです。何回も誘ってくるのにめげずに、ん、何回も断ってるのにめげずに誘ってくるの正直しんどい。もうあなたはお友達なんなら親友。イエイ。私でもね、女の子のファンの子割とね、結構親友みたいな感じの子多いんだよね。親友っていうか、なんかお友達みたいな。私も別になんかそんなこう自分が憧れられるほど何かに特化してるわけじゃないよね。例えばメイクとかお洋服ファッションスタイルとか、特にそんななんかめちゃくちゃ特化してるわけじゃないから、親近感ですね。でも逆にそれはそれでこうなんか憧れですみたいに言ってくれるのは嬉しいなと思うけど、だからどっちも嬉しいよね。普通に一目惚れで買った。そうだね、私こういう服好きなんですよ。近くでかわいいねって言ってた。かわいいね。なぜか、え、どういうこと。なんかかわいい。どういうこと。なかなかな趣味をお持ちで。純粋なファンか、お友達になれるように頑張ります。イエーイ、みんなお友達よ。誕生日の日も何か言われたけど違う人に祝ってもらう。私やん絶対それ。それ絶対にね、好みかぶることで親友じゃん。そうやで、親友やで。かわいいね。二丁目ってやめて。二丁目みたい。あと目つけたら完成やんけ。都内に仲本いっぱいあるからお話し会になっても全然いけると思う。マジ？じゃあなんか仲本マップ作って私に握手会の時、写真会の時教えてよ。私はペットね。ペットか。ペットは良くないね。私のペットね、大変だよ。餌をあげるけどちゃんと。あ、そうだ、最近聞いて、川島優奈ちゃんっていう6期生がいるじゃないですか。私の手下になりました。言い方悪いけど私の手下になりました。そう、何かと言いますと、最近あのちょうど6期生がいっぱい楽屋のとこいて、まあ、廊下にちょっと行ってたんですよね、マネージャーさんに呼ばれて。で、まあそのお話マネージャーさんとのロッキーが終わって、で、なんか近くにハンナちゃんいて、さっき話しかけたから、まあちょっとあんま話しかけすぎると怖いかなと思ってたら、マネージャーさんが、女性の方が、あ、そうだよ、この子大分の子だよって言われたから、あ、知ってます知ってます、さっき話しましたみたいな。そう、そしたらなんかそれで私が、え、でも、え、怖いって聞いたら、ハンナちゃんにちょっとピクって怖くないですって言ったから、マネージャーさんが絶対怖がってんじゃんみたいな。やめてよ怖がらせるのって言われて。いや、そうで、川島優奈ちゃん話したことがあったから、近くに川島優奈ちゃん、え、私結構優しいよねって言ったら、めっちゃ言わせるやんって言われて、マネージャーさんに。そうで、川島ちゃんが、いや全然優しいですよみたいな、いや、マネージャーさんそもそもそうやって株を落とすの良くないですよとか言って。そしたらマネージャーさんが川島ちゃんに、
え、いつからそっち側に行ったみたいないつから栗山側に行ったって言われて、そう、私の手下って、私の弟子です、弟子っていうか栗山軍に入ったんですよって。私とね仲良くするとね、ご飯をおごってもらえるっていう特典ついてくるからねって言ったら、やったーって言ってました。かわいい。ちなみに関さんは川島ちゃんが推しメンらしいです。そう、栗山軍に入りました。私のかわいい手下ができました。そう、川島ちゃんをご飯に連れて行こうと思います。飯でつった。でもね、面白い、あの子マジで面白い。本当にめちゃくちゃ面白いよ。えなこちゃん、ロゼットありがとうございます。三角さん、ロゼットありがとうございます。みんな栗山部って言うけど、栗山軍だからね、軍。ビューアップさん、ジージーありがとうございます。ラーメン食べる、このラーメン持って行ったらいいかな。可愛がっていこうと思います。ミートやべ、矢沢、間違えた、矢沢だった、やべって言っちゃった。誕生日サプライズ成功した。あ、本当？泣いて喜んでくれた。わあ、ママもいい子だけど、なんかいいよね、そういうサプライズとかしてあげるのも。本当いい子だね。ミート矢沢合ってる？え、どういうお店なの？ご飯、あ、まあミートってことは肉か。栗山軍他になるわ。残念ながらですね、栗山軍山のとこ川島ちゃんしかいません。黒潮さん、ほらありがとうございます。残念ながらまだ隊員は一人です。ハンバーグ、ハンバーグなんだ。ハンバーグは私、静岡の爽やかに行ってみたいってずっと思ってます。おはよう、おはよう。はなちゃんも一緒。いや、はなちゃんは多分私のこと怖がるから知らない館にいるとか言ったら。まささん、バラありがとうございます。軍団員、そうです、まだ募集中です。なんか何人かでご飯行きたいので募集してます。でもなんか全然ロッキーちゃんとかで皆さんご飯連れてってくださいよとか言ってくれる方がなんかちょっと可愛いなって思います。昨日話せば届いたっぽいんで勝手に確認して、ありがとう、嬉しい。いっぱい使う、今も使ってるから。でもうちに鼻セレブ使ってるから、うちのティッシュ今鼻セレブなんですよ。そしたらヒジが、え、これ使ってもいいのって多分大したことで使いたくないんでしょうね。え、これ使っても大丈夫って言ってました。下からご飯全然って。まあでもなんかそうやって言えるぐらい仲良くなる後輩がいたらいいなって思います。私もミュンちゃんに、ミュンちゃんご飯行こうよとか言う、ミュンちゃんおごってよとか言うんで、そのぐらいなんか仲良くなれる後輩ができたらいいな。小学生どこに連れてく？焼肉食べ放題とか。でもなんかおしゃれなってか可愛いカフェとか出てたら喜びそうだな。さん、花束ありがとうございます。ブーケかスイパラとか喜ぶよ。まあ確かに。でもなんかあれじゃない、6期生とか結構なんかスイパラとか行ってそうじゃないですか。私の印象、なんて言うんですかね、別に金持ちそうとか言うわけじゃなくて、なんかやっぱ最近のなんか中高生って割と結構なんかさ、なんて言うの、私が中高生だった時に、え、そんなとこ行けるの、お金持ちって思うようなとこ割と行ってるようなイメージがあるんですよ。なんかそれが割と普通になってきたみたいなイメージがあるから、だからなんか結構なんかみんな行ってるんじゃないかなって思う。スイパラとか、なんかそれならまだ行ったことないこう可愛いなんかなんていうの、ケーキとか出てくるカフェとかの方が
なんか嬉しいかなと思って。のちゃんがそろそろ誕生日配信やるみたい。そうなんだ。もし東京でカフェ行く機会あったら行ってください。可愛いとこいっぱいしてます。マジ？ちょっと DM 送っちゃおうかなDM 送っちゃおうかな。でも DM だとやっぱ個人やり取りになっちゃうからあの Twitter のリプに送ってきた返事にリプするね。あ、今度東京行くんだけどなんかいいカフェないってでもだから私あれだな、一回そのファンの人に福岡のカフェいいとこないか聞こうと思ってストーリーかなんかで載せたよね前。それなんか聞いた気がする。でもハイライトにはちょっとないんだけど今は。多分私のアーカイブ見れば多分あると思うんだよね。それ結構ありがたかった、助かった。え、待って、なるさんのインスタ可愛いんだけど。バリ可愛いやん。え、どこ行ったんだろう。可愛い。何この可愛い人。天使。20歳の時スイパーやって、え、私スイパーやったら結局なんかパスタしか食べないもんな最終的には。マジで可愛い。可愛いよね本当に。なるさんが世界で一番可愛いと思う。オタクしたいもんなるさんの。トレカケースとかデコりたいもん。DM 読んでる。あ、違う違う、だから質問箱あるじゃんストーリーの。あれで前募集して教えてもらったみたいな感じ、カフェとかファンの人に。でそれで天候費知ったもん。うん、思ったより伸びてないよ。みんなが心配して伸びてるかどうか問題。古川さんが HKT で会いに行くメンバーシーンって誰だったの。からここおすすめだよって言われたら行きたいするの。場所による。遠すぎたりとかしたらちょっと行けないけど、あ、行ってみたいなと思ったとこ行ったりするし。って感じ。まあ別に行かないことだって聞いてるぐらいですね。もし地引きしてないゆるさんだったんだ。博多っと、博多っといいね。確かにあそこ結構私も好きだもんな。古川さんでも最近ちょっと若菜も好きじゃない。でもなんか私そういう人が私じゃない人好きっていうのなんか悲しい。私じゃないんだってなる。ひせちゃん、さくらんぼありがとうございます。これ以上飲むと塩分過多なちゃんじゃなかったか、ツイートしなかった。なんかさ、ファンの皆さんもさ、意外と私たちになんかあれだよね、思わせぶりなことするよね。なんかあれ、私が一押しだと思ってたのに一押しじゃなかったとかさ。ね、誰押しどころか趣味なの何なのか分かんなくなった。私も趣味分かんない。ギクッ。明日有給取りました。大阪じゃなくて田植えが前田植えなんだ。大阪行くんだと思って田植えかい。まさかの。壁
髪長いんだよね、切りたいけど。でもみんな長いのが好きでしょ。みんな今度の締め替え、私以外誰のとこ行くの？別になんかその怒ってるとかじゃなくて、誰のとこ行くんだろう、ちょっと気になる。誰のとこ行くの？それ聞く？そう聞く、聞いとく先に。みちゃんが HKT になった時一番最初に喋った先輩とか覚えてる？私の記憶では関さんかな。言ったら絶対怒られる。え、何、怒られるような枚数取ってるんですか？なくしたかった、一緒に過ごすの。ありがとう、カフェ連れてってよ。ね、最近のなんか女の子ってさ、ここの髪の毛出してんじゃん。今ちょっとやってみたんですけどさ、普通に邪魔じゃね、こうしちゃわない？金と時間がね。確かに、お団子してるときはそこだけ巻くと可愛い。私さ、公園とかでもここの髪の毛出さないからさ、こうやってこれだから、こう普通にこうやってやっちゃうんだよね、癖で。言ったら怒らないですか？うん、じゃあ言わなくていいよ。ナチュラルしか行きません。えらい。まあでも大事だと思うよ、二押し三押し。私が二押しか三押しのパターンもありますけど、やっぱね、逃げ場は大事だよね。気づいて横の毛ないことばっかり。ないよね、ダメだよ、私ももう直しちゃうもん。ポチャコレーン行ってくる、いづらい。めっちゃなんか食べたから喉詰まっちゃった。なんか難しいね、握手って。まあ別に、うん、まあいいや、釣られて。私から、はい、私から離れても別に私はいいわ。もうもう心を無にして、修行僧のようにお見送りするわ。そう、でもメールにも書いたんですけど、なんか握手は完売したかったけど、完売にこだわらなくていいかなって。まあでもこれ、それまでにいっぱい、今の受付までにいっぱい買ってくれた人にはすごい申し訳ないんですけど、もう握手完売じゃなくてもいいかな。なんかちょっと私の心に引っかかるツイートを見たので、うん、そう思われるぐらいなら完売にこだわる必要はないかなって思う出来事が、ツイートがあったので、なのでなんか大丈夫です、もう。絶対完売でしたよ。え、それあれじゃないの、それなくなったんじゃないの、完売じゃなくなったって。なんかでもそもそももう一個思ったのは、いやこれは別にツイートとは関係ないんですけど、一個私も握手のことについてよく考え直したんですけど、握手ってさ、みんながその私と会いたくて来るわけじゃないですか。なのに完売出したいからって自分からこうやってなんか完売出したいです、ここいっぱい来てくださいっていうのもどうなのかなって私的にちょっと思っちゃったので、自分自身がね、なんかみんなが私に会いたいと思って買うのが握手なのに、なんか完売をなんか出すために買ってってなんかなってるような気がして、それがなんかちょっと、それもなんかちょっと嫌なので、だからなんかもう来たいなって思ってくれる人が、来たいなって思う枚数だけ来てくれればいいかなって思いました。
だって私のとこの握手をそんなに取りすぎなければみんな美味しいご飯食べれるよ。うちはアクスタ買った、ありがとうございます。オンラインのみで申し訳ない。ううん、全然ありがとうございます。でも握手って本来そうじゃない、なんかそういうなんて言うんだろう、完売を無理やり出したとこでじゃないですか。おしめ見ながらもやし食べれば美味しい。本当？焼肉をタレかけられても確かに美味しいよね。それは私もわかるよ。そういう流れになってね、仕方が問題だ。経験されるよ。いや、それはそれで闇深すぎ。そんなことはないんですけど。完売出したって喜ぶファンの楽しみだよ。まあね。いや、でもなんか、私がでも無理さえ言わなければって思うこともたくさんあるから。だから、まあだからこそ会いたい分だけ来てくれればいいかなって思う。だから本当、この、なん今 14?15?14 かな、受付までにいっぱい買ってくれた、完売のためにいっぱい買ってくれた人にはすごい申し訳ないんだけど、まあそういう気持ちです。最近は何か私の握手のためにお金をかけさせすぎるのも良くないなって思う。だって私結構配信とかもういっぱいやってるし、配信のイベントもやりたいっていうから、私ってお金がかかってる子じゃないですか。だからもうみんながお金なくなっていく姿を見てられないわ。私のせいなんですけど。私も、私それもあるし、普通にその握手のあれもちょっと疑問に思うこともあったので、なのでまあだからその私いっぱい買ったからといってなんでそんな買ったのとか言わないですし、全然その分いっぱい話したいって思ってくれてるんだなと思って、そのいっぱい買ってくるのももちろんすごい嬉しいから、だからそのお話したいなって思う分来てくれたらいいかな。役商売なんだから営業トークしないとな。営業トーク、私の握手に来るとこういうとこがありますって。たけしすさん、初見さん、ありがとうございます。公演はね、多分ね、正直私なんとなくなんだけど、まあ、コロナになっちゃったからっていうのもあるし、それで客席が減っちゃったじゃん。正直それもあると思うんだよね。さっきなるちゃんの人に、大分にいたの？え、どこだろう？大分のどこ？長崎かな？え、大分にいるの？あ、九十花公園にいたの？え、私を呼んでください。なぜ呼んでくれなかったんですか、なるさん。え、九十花公園じゃん。待って、見てなかった場所までは。絶対東京だと思ってた。え、マジ？大分いたの？なるさんと大分の、大分という空気を共有できたの？最高じゃん。あ、そう、さっきあった質問、公園とかの髪型は数が多かったのが採用されるんですか。いや、参考にしてるだけだから、あれ私は何がいいですかとか言って、あのなんていうん、そのどんな髪型にしてほしいのかなとか、そう参考にしてるだけだって。絶対に数が多いからといって、例えばそれ言ったらさ、サザエさんヘアがさいっぱい多かったらサザエさんそういうことになっちゃうじゃないですか。だからあれですね、あの参考にしてるだけです。だからその中で例えば、あ、これ思いついてなかったけどこれ確かにいいなみたいな思ったらそれにするし、まあ普通にハーフアップとかが多かったらハーフアップにしようかなとか、はたまたその人が今日公演来るって言ってたら、あ、この人来るんだみたいな、今日公演、あ、じゃあちょっとこの人
まあ、私のファンの人誰が来るか分かんないけどこの人は来るって言ってくれたからこの人の言ってる髪型にしてみようかなとかも思ったりするかな。本当はたくさん買いたいんだけどね。いいんだよ、無理をしないで。もう私のために無理をするのはやめて。誰、逆にみんなグッズはどれくらい買ってるのか気になる。あー確かに、何だったら買うみたいなのはあるんじゃない。例えば生写真は絶対に買うけど他のグッズは財布と相談とか、あ例えばそのアクスタは絶対買うけどそれ以外のやつはちょっと財布と相談かなとか。それを言えるのがすごいのさ。私のために無理をするのはやめて。私いつか言ってみたいですね、私のために喧嘩をやめてって言ってみたいです。個別グッズは買う。ああはいはいはい、あれね、だからそのグッズ T シャツとかの全員のやつとかはあんまりって感じだよね。写真会楽しみにしてるんだけどな。いや写真会は普通に楽しみですよ私は。写真なんかなんていうの、だからこれからの握手について話してるから別に今の握手についてどうとかは思わないかな。逆になんで悲しくなっちゃったの？ライブで使えそうだったら&生誕関連。あはいはいはい、ランダムはスルーしてるけど個別は買ってる。生写真以外で語りやすそうなのを買う。生写真は好きなコスチュームの時。あはいはい、この福音絵とかね、自分の好みと何それ一致したやつを買ってる。生誕 T は買わない。まあ生誕 T は割と買いたいよね。写真会でちょっと驚きのポーズとかしたことある？分かんない、なんかしたかな。アクスタでも私も欲しいな、普通にファンだったら。なるさんのアクスタ一個持ってないんだよね。でもなるさんのアクスタとかそもそもあるのかな、あったのかな。まずお話し会の方が多めに落としてます。あのペンライト見た瞬間ポチった。本当ありがとう。お疲れ様です、ありがとう。ランダム写真は他推しのおた仲間によくもらう。はいはいはい、交換とかもね、仲いい子がいれば交換とかできるしね。個別より善悪だった。善悪の方があるか、人数3人とかでできるもんね1枚で。ちょっとずつ発売される。あ本当？なるさんの欲しいな。今度売ってたら買ってみようかな。ハロウィンのプロップスなの。あれ永遠なくななそう。で今回のさグッズのあれ可愛くない？グラス？なんかちょっとあのマドラーはちょっとよくわかんないけどグラス可愛いよね。普通にグラスのデザインは私めっちゃ好きだなと思った。やばい前髪が変になっちゃった。ちょっと形に残るか記憶に残るかどっちがいいか、出かけるんでかけるお金の割合変わるよね。確かにどうなんだろう、難しいね。B さんないんだよね。確かにね、いつか出るんじゃない、もうちょっとしたら。マドラ単体見た時になんかすごいちっちゃい上に私がいるんだよね。あれ面白いよね。私がもしファンだったら、例えば生写真は私が好きなやつと好きなデザインとかその
写りがいいやつ買って、あとアクスタは絶対買うと思う。で、セーターも買うと思う、私がファンだったらね。まあ、今ナルさんはたまに想像しながらあれしてるんだけど、でも他はなるべく買わないかも。なんか最近サンリオとかでめっちゃ可愛いグッズいっぱいあるし、いやまあ普通に欲しいんだけど、あ、タオルは買うかも、推しタオルみたいなあったら。あと昔なんか総選挙グッズとかあったじゃん、 T シャツとか、あれは欲しかったな。お宅がアクスタを浸すから顔つきのマドラーになったやつ、それなら先っぽにあれじゃない、私のあれ つけてほしいな、全身のメンバーカラーの今までマドラー写真撮ったら絶対可愛い。いいね、今からだと届く頃夏終わる。そうね、確かに。もう遅いんだけどってなるほど、いやそれはそう難しいね、なんかその辺。大阪サプライズゲストのとこでしょ、横浜ね、僕だけのシークレットなのさ、めっちゃ七色やん。アクキーアクスタ、やっぱアクスタやん、やっぱ私好きだな、アクスタっていうよね、可愛いし。ああそう、私もね、もう卒業した推しのグッズってみんなどうしてるんだろうって、前も配信で聞いた気がするんだけど、ちょっと待って、めっちゃ一人になるんだけど、みんなどうしてるんですか、卒業した推しのグッズは売る、捨てる、捨てるにしてらね。なんか私もあれなんだけど、人間が乗ってるやつとか捨てられないんだよね、怖くて。呪われそうじゃないですか、そういうのをしてたら。グッズ箱、あー持ってるんだ。見つけるたびに何とかしてる。正代さん結婚してありがとうございます、ごめんなさい、私のグッズ捨てました、小声。サイン持ってるから、サインって捨てられないよね絶対。そう、写真とかも私捨てきらないんですよ。全部詰めてる袋がある。あー勝負した、最近見つけた勝負してんのね。着てない生誕 T シャツもあります。着てないの、私が失業したことがない、確かにそれはまだあるか、経験がないのか。確かになんか難しいね、その問題本当に。なんか私はでも捨てられない、捨てるの怖い。グッズ買った時のレシートまで取ってる。すごっ。46分、あと14分で坂本龍馬の誕生日ですよ。 LINE しなきゃ。春馬さん100回目の方もありがとうございます。黒春のサインの生写真、卒業する直前、ん？あと届いてもういないってなった。寂しい、僕はいないじゃん。君どこの選抜全員 T シャツ出てきた。どんなのあったっけ、全然覚えてないやん。クラッカー用意してんの、この子。ハッピーとかどうするの、確かにハッピーとかどうするんだろう、みんなどうすんの、はじまき系とか。クラウスさん、さくらんぼありがとうございます。
だからもうあれだよね、最悪みんなが捨てられませんっていう時は私がなんかもう一人でなんかイベント開くしかないよね。完璧でツーリングやばい、それ見かけたら私の気持ちよ。保存しまくった写真どうしていいか分かんない。でも写真は最悪まだ保存できるくない？最悪。雑誌もまだ大丈夫かな。個別グッズとか生写真とかの方が私はちょっとどうしていいか分かんないと思う。ブリハマチさんかわいありがとうございます。タンプレ何あげようか、あもう決まってますよ。私はレッツブックオフ。 T シャツめっちゃ困ってる。あー困るか、困るもんなんだ。でもなんかそうだよね、後々イベントとかこうするような人だったらあれだけど、そうじゃなかったらだもんね。タモちゃんロゼットありがとうございます。ブーケありがとうございます。軽処分できないね、うんって感じですけどね。ポットさんかわいありがとうございます。色落ちしてないのかな、どうなの。昨日と今日の昼ご飯牛タンでした。なんでそんな豪華な、いいな。私今日カップラーメンしか食べてないのに、いいな。思い出がありすぎて捨てられない。わら、いいこと言うじゃない。わらって言っちゃった、あらって言おうとしたら。元推し T シャツ、夏のパジャマ。パジャマみんなパジャマにするじゃん、生誕って。私サインボール持ってるからみんな卒業するんだけど、何魔法。いやまあアイドルだから卒業はねみんなするんだよ。元日の生誕 T 体育で着てた。体育で着てた。ということで、じゃあそろそろランキング読もうかな。坂本里奈ちゃんにね誕生日メールを送りたいので、しっかり。13位元隊長さんありがとうございます。12位ハープスターさんありがとうございます。11位正代さんありがとうございます。10位翔さんありがとうございます。9位ヤジシヌクさんありがとうございます。8位モッティさんありがとうございます。7位スミさんありがとうございます。6位バルタン太郎さんありがとうございます。5位ハルユカさんありがとうございます。4位ティーチョイさんありがとうございます。3位えなこちゃんありがとうございます。2位三角さんありがとうございます。1位たかさんありがとうございます。たかさんありがとう、ありがとうございます。じゅんちゃん、あじしぬくさんお疲れありがとうございます。やすぷっちんさんありがとう、ありがとうございます。三角さん尊いありがとうございます。すみさんありがとう、ありがとうございます。どんちゃんブーケありがとうございます。バクトラさんお疲れありがとうございます。イチローさんファイトありがとうございます。じゃあおやすみなさーい。またバイバイ。リノのルームにはタバコなっていかないです。ちょっと片付けをします、さっきの食べたカップラーメンのやつを。じゃあね。